アンモニウムか。セラミックの方が欲しいかな。てかアルミニウムが欲しいかな。地下行ってアルミニウム探索した方がいいか。で、このさ、そもそもこの後ろのトラクターを増やした方が今俺がやりたいことできるんじゃない？ですよね。テザーがある。テザー持ってこう。地下探検に使わせてもらおう。あ、埋まってる。埋まってるやつだ、これ。こっちのは、これは持ってけんのか。いただきます。あ、ワークライトだって。これ欲しい。うわ、ありがてえ。ありがたいもん手に入った。ありがとう。誰のバックパックかわかんないけど、ついてこないで。よし、じゃあ、あ、緊急アイテム。なんかさ、すごい破損したトレーラーいっぱいあるんだけど、こんな初見プレイでこんなにたくさんなかったけどな。一旦帰る。あそこにゲートチャンバー見えてる。もう近いな、意外と。帰ってトレーラーの数増やそうかな。あ、いいもん見っけたじゃん。あ、でも電池がない。あー、惜しい。こういう時のためにパワーセル持ってればよかった。穴気をつけて。ちょっと探検しますか、また。近いってアルミニウムをまた探検して増やそう。おっと、パワーセル発見。これさっき取らなかったやつかもな。研究終わってら。時間見てないんだもん、ちゃんと。5分だって。5分で研究終わる。5分の間に新しいの持ってこなきゃいけないですよ。だからちょっとテザーをさ、たくさん持って、もう一回地下行こう。でアルミニウムを手に入れたい。テザーを持っていくから、正直ビーコンはいらない。その代わりコンパウンドを持って、まあまあ念のため1個だけパワーセル持っていこうか。これで十分としまして、ですね、地下行きます。アルミニウムももうちょっと手に入れれば、トレーラー、トレーラーを増やせる。アルミニウムとコンパウンドだから、アルミニウムの数だけトレーラー増やせる。せめてあと1、2個。アルミニウムが手に入りますように。足滑って落ちませんように。
ちょっと緊張すんだよな。行き止まりだな。ん？繋がってない。ないなあ。あ、なんか、あ、でもあれは亜鉛だな。あ、ガラス、石英確保。でもあっちに俺のテザー見えてね。ぐるっと回ってきてるんでは。あー、いいじゃん、いい場所発見。素晴らしい。合わせる発見。ただ、あ、コンパウンドだよ。亜鉛じゃないよ。ただのガラスだ、ここは。倒しちゃった。なんだよ、こっちじゃん。ぐるっと回ってきちゃった。じゃあぐるっと回って回収していくか。いらんもんな。このルートは意味がない。ん？うん、行き止まりだしね。あっちは行き止まりだな。削れないと嫌だな。ここも行き止まりか。こっちか、こっちか。怖っ。いやでも行き止まりだな。いけそうだ。あ、亜鉛をちょっと取ったとこか。ちょっとここ掘ってみるか。いや、大した数にならなかったな。まだ掘れんの？ないか。なんかあるぞ、あっちに。なんだ、どっちだ。あ、やった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 ー。これはいいぞ。亜鉛とラテライトが結構な。うわー、すごい、ありがとう。ここはいい場所やったぜ。これでトレーラーの数増やせる。もう一個ぐらい。もう一個。オッケー。とりあえず二個でいいや。あれ、今手に入ったのどこにあるの？あ、あるか。よし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 。やったぜ。もう5分経ったから研究が終わってるな、きっと。今どう？研究は。1400バイトか。くそー。
QTRTG2 つはもう確保したい。ここで早く、あ、ここ登んなきゃ。よし、研究の前にアルミを焼こう。ラテライトを焼こう。せめて綺麗に時間置きしていこうか。オッケさあ、アルミニウムを2個、3個持って、コンパウンドも3個持って。で、これか。小型プリンターで、トレーラーの方を3台。3台じゃないか。あと2台か、付けられるの。何台編成だっけ？あと2台だけだ。そんないらんわ。全部で4台編成だ。だからあともう1台追加できると。OKOK。で、研究ができるから研究すると。置いて。ん？研究台、どっかにいなくなったかと思った。研究台落ちてったかと思った。あれ？研究もうできない。ない。あるあるある。これだ。いや、持ってこないと。さあ、違う。ちょっと待って、テザーは。何してんのって話だけど。まとめたのね。そしたらこれを、最初にこれちゃんと並べないとさ、つなげるのになんかもうめっちゃ手間かかるから、持ち上げらんないんだよね、トレーラーって。最初にちゃんと配置してから開封しないと、これが手間だから。はい、オッケー。これで、研究材料が一気に3つ積んで帰ってこれるようになったと。いや、徐々にだな。最初のうちだけだけどね、こんな、こまごまとしたことしてんのって。だんだん大雑把になってくるからな。いくらでも作れるようになっちゃうのかな。ちょっと悲しいとこなんだよな。あそこにあるね。あ、2つもあるじゃん。素晴らしい。これと。ちょっと乗ってないんだけど。これと。これ。この操作がさ、難しくてさ。
これでも上手くなった方よ。ちょっと森を過信して無警戒に進んでたら穴に落ちるぞ。気をつけろ。ここにもあるな、見えている。あ、2つもある。乗らないんですけど。また来まーす。こわ、あいとこ穴ありそう。ここら辺の段階が一番トラクター輝いてる時期よね。もう1日2日でこの輝きは終わっちゃうんだけど。危ねえな、ここ。危ねえな、ここ。あそこ落ちたら結構詰むんだけど。あれも塞げないっていうのかな。よし。あと、マッチゲーなんだよな。2分か。もうあと15分、16分待つじゃん、これ。いや、3000目指すの、もう一回行ってこなきゃいけないか。3つ積んで帰ってくるぐらいしないと。そもそもその近くの森にあるんじゃない？その中に。あの中にさ。で、安易に森に入ったのが事件の始まりでしたみたいな。なんないだろうね。あるし、そこに一個。こんなの歩いても持ってくよ。おい、3000長えな。あれ、車どこ行っちゃった。車どこ行っちゃった。これか。森の中はちょっと進みづらいな。森の外から見えるやつを運ぶようにしないとな。なんかある。引っかかってるけど、やばいやばいやばい。あー、ちょっとやばい。どういうこと、どういうこと、なんでここに引っかかったの。ちょっと、くそ。よいしょ。いや、うまかったんじゃないの。よしよしよし、こっちだこっちだ。さあ、これなんだ。あ、待てよ、掘れないのか。埋まってたら。ダイナマイトですか。これ何、中型ストレージですか。あ、持てた。これはちょっと、まあ、片付けに使わせてもらうか。このぐらい本当は作ればいいんだけど、ちょっと東方縛りプレイしてるんで、無駄に資源使わないっていう。あ、セラミックありますけど、どこに。あ、ありましたね。ありがとう、セラミックありがとう。でも、できればもっとなんかチタンとか欲しかったです。あ、研究。あー、2つあったね。なんか2つセットなの、何。
ジャンプジャンプ。邪魔。あ、3つもある。今でも中型ストレージ拾っちゃったから乗らない。あそこら辺にある。また戻ってくるけど、なんかないかな。こっち側から出よう。一旦拠点に帰って研究の続きをしつつ、この上を置いておこうか。森ぐるっと回らないと戻れないのか。いやー、研究やっぱ大変だわ。マルチプレイでさ、研究結構サボってたんだよね俺フレンドはめっちゃ研究してくれてたから、俺自身は全然研究やんなかったんだよな。あ、小型浮力タービン、これなら1個作っちゃおうか。トラクター用にこうしといて、今こうパワーセル使っちゃってるけど、これは俺がもらって、こう風力タービンここにつけとくだけでもうほぼ半永久的にこれ運転できるようになったわ。ダメで研究を待っている。今いくつポイント？2300きた。でこれが終わると440だから、まあ2700、あとこれで1233423000。ああ、もう、ああ、よいよいよいよ、これでダイナマイトまでいったね。素晴らしい。オッケー。じゃああとちょっと汚な研究をしますかね。ちょっと片付けるか。はい、あれからまた一往復ぐらいして、こうトレーラーね、3台に研究素材を、森の中入ってって積んで、まあ研究しまくって、もう30分ぐらいそれやってるかなめっちゃ時間かかるの。これ1個これ研究し尽くすのに結局どんだけ効率よくても5分ぐらいかかるから。で、ポイントが今ね、5600いきましたね。で、こなしたいミッションがあったので、こなしていくんだけど、そのためには研究カタログで、いくつかレシピを解放しなきゃいけないっていう流れね。で、まあ、解放しちゃおうか。まず、先にダイナマイトから。ダイナマイトは、ここ、手差しでも作れるやつで、ここだ。ダイナマイトの解放、これでミッション達成。プレミアム探検セットっていうね、4つレシピを、こなせば終わる。これプレミアム探検セットっていうのが終わりました。ちょっと報酬取るのはもうまた後にして、目指せキャッシュレス。あー、なるほどね。ダイナマイトで爆破しよう。これもできるね。もうあとは可能性を切り開け。あ、これは100個、あれか、アンロックしなきゃいけないってやつか。これはもうほんと、コンプリート要素みたいなやつに近い感じになってくるな。あとは、他にもね、あるわけよ。シャトル作るやつね。小型シャトルと、他に何があったっけ。これだ。固体燃料スラスター。シャトルに積むための、
燃料ね。これと、あと、小型シャトルも、解放。あ、1500なんだよ、小型シャトル。ちょっと待ちますね。もうちょっとだ。で、そのために、もう、今の小型燃料スラスター、作っとくか。何だったアンモニウムと操作がわからん。小型ね。固定ね。アンモニウムとアルミニウムか。アルミニウムと、アンモニウム。アンモニウムが結構早い段階で見つかったの。ほんとよかった。はい。OK。これは、ロケット燃料だね、要は。で、ロケット本体を作りたいから、早く。OK。で、レシピを解放したいけれど、小型シャトル解放。ただ、でも小型シャトル作るために大型プリンターが必要なんじゃない？大型プリンターを作るためにコンパウンドは3つ必要。コンパウンド3つ。落ちてない。取りに行かなきゃいけない。どこにあったっけ？このテザーの先にあったっけ？まあ、目標は、2つの QTRTG やつを手に入れることを今ちょっと目標にしちゃいました。これがね、どういうものかっていうのも、作ってちょっと見せて、説明かな。あれ？コンパウンドここら辺なかったっけ？こっちじゃなくてか。あ、あそこにすごい樹脂の鉱脈みたいのがある。わーお。まあ、このゲーム何を目的にやってるのかっていうのをちょっとそのうち明らかになるというか、していきたいんだけど。まあ、とりあえずはね、宇宙ゲーなんでロケット作るな。まあ、流れでしょって感じで。ロケット作らなきゃいけないから、ロケット作ってくんだけど。酸素がちょっと無茶した。苦しいよ。無茶した。危ない。死にそうになってたロボットくんが。あ、ここだ。ここを取るつもりだったら、なんでそんな遠出しちゃったの。じゃ、このコンパウンド使って、大型プリンターっていうのを作りましょう。さらにね、大きいものを作るためのプリンター。中型で作れるプリンターだね。これ、こっち。大型プリンター、OK。研究が終わったらしい。もう一個セットしとこう。はい。シャトルと何が必要なんだろう。プリントすればいいのかな、小型シャトルを。あ、酸素供給器をプリントして組み込むなんて。酸素供給器をプリントなんて確かにしたことないか。酸素供給器に必要なのはこれか。セラミックとアルミニウムか。まだあるかな。セラミック、アルミニウム。セラミック足りなくない？あ、キリあるか。よかったよかった。使ってない。はい。で、ここ。酸素供給器をプリントする。大型プリンター。はい。大型プリンター。ちょっと研究止まって。仕事ができたから。この大型プラットフォームを1台しか作ってないっていう。大型プリンターを反対なんだよな。はい。ここに、小型シャトル、アルミニウム2つでできちゃう。OK。いや、もうすぐですよ。すぐ。あ、できてる。ここね。2つ準備ができてる。報酬はまあ、あとか。
やらないできた。いや重い重い重い、手に持てない。よいしょ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 。はい。で、研究はちょっと再開しておくとして、こんな溶けて、はい、こんな使い方、はい、研究再開してます。じゃあ小型シャトルを開封しますね。開封早くね、もう宇宙に行く準備なんだけど。酸素供給器ここに置いて開封、まあいらないんだけどね。はい。で、小型燃料スラスターを、小型、なんで小型って言うの？固形燃料スラスターを開封。はい、できた。できたんじゃないですか？ミッション。いいね。次のミッションは何？さらなる前進は何？あ、別の惑星にシェルターとシャトル発着場を設置するってやつか。シャトル発着場も準備していかなきゃいけないか。バギーは向こうで手に入るのね。そしたらですよ、シャトル発着場っていうのは、レシピくらいさ、解放してくれよ。どれだ？これだ。アルミニウム1、セラミック2。で、研究ポイントが足んないと。セラミックもうなくね？アルミニウムが1個あればいけるのか。ちょ、それ持ってかないとミッションは進まないから、それの準備はしなきゃいけないとはいえ。まあ、ほぼ準備完了していて、今俺が目指してたのは、宇宙に出ることもそうなんだけど、こっちのプロトタイプ回収？あ、デソロで、レコーダーを爆破する。デソロ、あ、もうデソロでそのイベントなんだ。あ、これやりに行きたい。ちょっとこの後宇宙に出れるようになったんだけど、あっという間にね。あっという間にって、あっという間にってどういう動画編集になってるかわかんないけど、俺の中ではあっという間に行くようになったんだけど、その前に、これ。この報酬と、あと、この報酬で手に入る、QTRTG っていうのを、いただきます。やったー。いや、一気に前進したぞ。ちょっとこれパワーセルちょっと一旦置いといて、これね、これと、はい、2個、これが無尽蔵に電力を1秒間に 1U っていう単位で生産できる発電アイテムです。これでもうね、私電気にはほぼほぼ困んないですよ。これをね、施設につけたりなんだりすればいいわけで、とりあえずシャトルに必要な、あとフィールドシェルターか、これもちょっと報酬でもらえたね、シェルターっていうの、あと燃料もう一個必要だから、これ、はい、いい準備ができた。こっから宇宙に出れるようになったんで宇宙に出るんだけど、宇宙に出てじゃあ何するのって話なんだよね。目標はね、惑星を探索し尽くすことなんだよ、このゲームの目標で。惑星自体は宇宙に7つかなあるっていう。だからまあ出る前に、まあこのね、地球型惑星シルバーっていう地球型惑星が今私は降り立ってるんだけど、ここの探索をまあ出る前にしてもいいんだけど、いかんせんですね、掘るの、これね、掘るのを禁じてるから、ちょっとね、その惑星探索が禁権なんだよ、かなりだから掘るのを禁止するんだったら、このアイテムは欲しいっていう便利アイテムねを手に入れるために、ちょっと他の惑星に行きつつ、研究を進化させつつ、もうちょっとね、先の技術を整えて挑戦したいなと。あ、研究は終わったね。
持ってるんですよ。だからいくつか俺が、まあ、このアイテムが必要だなって決めてるアイテムがあるので、それを取りに行っていく、この後ね。でもちょっと、まあ、漠然とちょっとしちゃってるから、ちゃんと目標を整理して考えて、じゃあこれから宇宙出るんだけど、じゃあこれを目指しますとかね、次回ねやるときはね、そうやって分かりやすく目標を説明しながらやっていきたいと思います。まあ、まずは、地球の脱出、あとこの無限の電気を手に入れるっていうところまでやりましたということで、どのぐらい続くかわかんないですけど、フレンドとねクリアしたいんだよこのゲームをクリアまで。だから今ちょっとフレンド参加してないけど、フレンド呼んで要所要所でね、ミッションをクリアするっていうのを やりつつ、まあソロでやりつつっていう感じで、今データはどうですかね、セーブデータは7MB ですね。スタートの時と一緒。このセーブデータ2っていうのが、スタートまんまの時の。で、俺がフレンドとできなくなっちゃったセーブデータが 22MB なので、大丈夫だね。はい。7MB のまま、さあどこまでいけるかって感じですね。はい。ということで、いい区切りになってるかわかんないですけど、今回はここまでで、ご視聴ありがとうございました。やらんでした。ではまた。また機会に。